桜坂46フォースアリーナツアー2024新桜前線 Go on back in 東京ドームが6月15日、16日に東京ドームにて行われた。3月2日のマリンメッセ福岡 A 館を皮切りに、3月27日のピアアリーナ MM まで、全国4会場で8公演を実施した桜坂46の全国アリーナツアー。その追加公演として、グループにとって約2年ぶり2度目となる東京ドーム公演を、15、16日にわたり開催した。今回は国内のみならず海外からのバディーズ、桜坂46ファンも多数駆けつけ、2日間合わせて11万人を動員するほか、16日公演はインターネット生配信も実施された。桜坂46のグループカラー白が点灯したペンライトで会場が染め上げられる中、オーバーチュアが爆音で流れ始めると客席から地鳴りのような声援が鳴り響く。続いて、スクリーンに逆回転する時計が映し出され、Go on back のメッセージが表示。客席が赤一色で染まると、アリーナ中央のミニステージに山崎天が姿を現し、華麗なソロダンスを披露。彼女がパフォーマンスするミニステージがそのまませり上がり、観客の頭上を移動。メインステージに到着した山崎はそのままステージ高台へと移動すると手にしたコインを宙に投げ、後方のスクリーンが左右に開きメンバーが登場し、山崎が、東京ドーム、行くぞーっと叫ぶと同時に、何歳の頃に戻りたいのか、からライブをスタートさせた。3月のツアー本編での勢いそのままに彼女たちはエネルギッシュなパフォーマンスでツアーの集大成を提示。その勢いは、続くグルービーな、泣かせてホールドミータイトや、恋が絶滅する日、でも全く衰えることなく、一糸乱れぬダンスと力強い歌声でオーディエンスを魅了する。メインステージとアリーナ中央で左右に伸びた花道の二手に分かれた森田光と山崎のダンスバトルをフィーチャーした、摩擦係数では、先日活動再開をアナウンスしたばかりの小池美波が曲中盤からパフォーマンスに加わり、ブランクを全く感じさせないしなやかなダンスで見る者を引きつけた。最初の MC では、この東京ドーム公演でライブ復帰を果たした小池が、今は本当に、すごく元気なんですけど、できないこともまだあるので、ゆっくりと今までの自分を取り戻そうと思いますと挨拶。また、キャプテンの松田里奈が海外から来場したバディーズについて触れると、中島ゆずきが英語で、藤吉かりんが韓国語で挨拶し、多くのファンを喜ばせた。笑顔いっぱいのトークで会場が和んだ後は、森田をセンターに据えた、ノーバディーズフォルトでライブは再開。15世から3期生までのメンバーによる今ならではの編成で、桜坂46始まりの曲を堂々と披露していく。また、大園霊がセンターに立つ、クールではメガボルトをモチーフにしたカラフルな映像演出で、独特の世界観を表現。かと思えば、信号機の上に乗った森田がキャンディーを口にしながら、ニヒルな表情を浮かべる演出を交えたデッドエンド、森谷レナが桜色の月を背に儚さを漂わせながら舞う、桜月、佐村ほのが鬼気迫る表情を浮かべながらエキセントリックなダンスを見せる、流れ玉、と、緩急に富んだ楽曲が次々と繰り出されていく。